その去年いろんなところからいろんな方が来てくれたじゃないですか。その方たちとのつながりだったりとか、身近な人とのつながりだったりとか、1回しか会ってないけど今は遠くにいる人のつながりだったりとか、そういうのを全部もっともっと雲の外に広がるようなつながりっていうのをこの場所で作れればいいなと思って、はい。今回今回石巻の心の音楽祭のポスターの方書かせていただきました、あとやっぱりミュージシャンだとこう歌でメッセージが広がりますけど、僕は絵を描いてるんで、少しでも震災からボランティアの方とか僕も来させていただいてて、なんかこう自分の一番得意な絵っていう分野で、本当にこう笑顔になったらいいなと思って、今日も来させていただきました。